もともとおかひじきという野菜が砂浜の草なんですね。複数回収穫できる野菜なんですけど、一番若い芽の時に収穫するひじき、わかめひじきっていうふうに名乗らせてもらってます。島内浜の方から、まあ、最上川伝って内陸部で、おかひじきが食べられてた種を、まあ、分けてもらって周年栽培の技術を確立して、商品化したっていう父親です。山形にいる時から堆肥を本当に大量に作って畑に入れて栽培はしてました。中身は秘密ですけど、完熟した堆肥に住んでる微生物に餌をあげるという目的で、瞬間的に収穫量を上げようと思って化成肥料だとか農薬を使っても、いずれ頭打ちになってきて下がってきたりするっていうこともあるので、種まいて収穫温度ですかね。春先のポカポカ陽気ぐらいがちょうどいいですね。生育も良くなるんで、人が暑いとひじきも暑いので、そこを合わせていくようにしてます。やっぱり仕事だとみんな戦闘モードに入ってるので、私が怒られたりしますけど、家ではリラックスした表情も見れますし、仲のいい家族かなとは思ってはいますけど。父の話なんですけど、家では冗談を言ったりするんですけど、ハウスの張り替えの時とか目の色が変わります。ものすごくピリピリしておーってなってしまいます。すごーっていうよりはもうやっぱり小さい頃から友達と遊ぶより何よりここで仕事してるっていうのが普通の日常だったんで、自分がやってる仕事をやらせたくないっていうのは一番親としたら悲しいことだと思うんですね、自分としては。で、燃料にしても資材関係にしても今いろいろ値上がりもしてると、農産物が上がってるかというと上がらないと。まあそれは品薄になればね、価値は上がるんでしょうけど、そうじゃなくてもうちょっと価値を認めてちょうだいよって思います。まあそうでないと安心安全な野菜作って、まあこの頃は将来の心配しなきゃいけないです。茹で過ぎないことが一番のポイントでして、塩を入れて沸騰させたお湯で1分程度軽めに茹でていただければ。Ha ha 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 ha!